下がめっちゃ混んでるね。うわ、チェンジした。はい、どうもバーモログフィールドチャンネルのバーモでございます。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はですね、バーモくんの釣れないフィッシングフォーマットで、ございます。今多摩川を渡っているということで、バス釣りではなくて、マス釣りに行きます。バとマの違いですけど大きく違いますよ。で、ベリーパークフィッシュオン、大善寺に行ってみたいと思います。3時間券とかあってね、子供もちょっと安そうなんで、ちょっと行ってみようかなと、さっき思い立ってですね、今11時46分、相変わらずスタートが遅いんですが、今日やっていきたいと思います。どんな感じになるかですね、ちょっとあんまり下調べもしないで行くんで、わかんないんですけど、まあ、私のこのね、バーモログフィールドチャンネルの、釣れないフィッシングは、子供と一緒に安全に釣りが楽しめる場所っていうところをメインにですね、ご紹介しておりますので、ぜひそんな感じでですね、チャンネル登録をして、見ていただけると嬉しいです。さあ、多摩川を渡るとね、喋んなきゃいけないっていう気がしたんで、いつものね、バモ君の釣れないフィッシングがそうしてるんですけど、まだね、ここから11キロぐらいあるんで、また到着する頃に動画を回して、楽しい動画を作っていきたいと思います。それではよろしくお願いします。さて、ヨネッティ前を右です。ヨネッティってなんすか？ヨネッティ。まもなく着きます。どこだ？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 ここ？ここだな。タックルベリー。ここです。ここ入ってきます。おお、なんか看板が動物園に来たみたいだぞ。ここは。混んでるのかな。めっちゃ混んでないこれ。混んでんのかな。どんどん。おえ、混んでるね。駐車スペースなさそうだねこれね。ある？奥まで行って駐車スペースあんのかな。めっちゃ混んでるね。あ、ないんだね。泊まれる場所。あ、この先も。あ、この先もあるんだ。へえ、すご。けどさ、いっぱい車がある割に人が少ない。うん。めっちゃ混んでるこれ。すごくね。止める場所あんのこれ。止める場所ないよね。ある？適当っていうか。あそこの人は。ん？あそこの人はどこ？わかんないけど、あっち行ってみ。めっちゃ遠いじゃない。受付からめっちゃ遠いね。さっきと。ああ、でもここ空いてる。そこ空いてるし、そこの端っこでもいいか。あ、そこ道か。じゃあそこにしようか。すごい狭いけど。来ましたが、めっちゃ混んでるね。めっちゃ混んでるけど、空いてるところでやろう。もうなんかこの一番上の池がね、小さい魚釣り用だと思うんだけど、ミックスポイント、餌釣りポイント、次郎池、この下はどうなってるんだろうね。この下を見に行ってみる。全部。ここはミックスポイント、フライルアー、テンパラ。いや、混んでるね。めっちゃ混んでるね。
めっちゃ持ってる。で、この下は何なんだ。あそこの間でやろっか。で、あっちが餌釣りか。あ、これ誰かが投げてない時投げないとダメだよ。ん？ちょっと待ってね、カバーになるから。とりあえずいね、これね。いいよ。かかった？持って帰る？これ逃がす？ねえ、これさ、ちょっと踏んでてくんない？車が来ました。はい、一匹だけだね。ご飯になんないね、これじゃね。一匹。いや、でもさ、この混んでる中でさ、釣れてよかったよ。やる場所があって。はい、ということで、フィッシュオン大善寺、めっちゃ渋かったというか、めっちゃ混んでたけど、まあ、みんながまんべんなく釣れてるって感じで、3時間じゃなかったらもっと釣れたかなと思います。
3匹バラシの1匹、連れということで、結構食いが浅いんで針いいのそう思ってこないとみんなバレちゃう。一回ビーッて走ったんだけど、ここでかいのいるからね、また面白いんでまた来たいと思います。めっちゃ投げるの上手くなって、1年ぐらいね、ルアー釣りやってるけど、子供はね、めっちゃ投げるの上手くなって、こんな超過密管理釣り場でもできちゃうということで、もうこれからどこでも行けるんで、バオモ君の釣れないフィッシング缶釣りシリーズ、これからもやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録して次の動画をお待ちください。それではまた、ありがとうございます。いつも釣れないフィッシングでした。イエイ。はい、ここも、まな板と、まな板だけあったな。金だわしとかはないから。あれ、猫ちゃん、魚の、あれなんか待ってんのかね、おこぼれね。よっしゃー。まあ、楽しかったね。一回来てみなきゃわかんないからね。近くていいね。町から。よっしゃー。ジャフ割りもあるんだな、ここ。よし、さあ帰ろう。